朝起きたら顔が腫れている夕方には足が一回り太くなって靴が入らないむくみは春から初夏にかけて起こりがちな不調です目からは光を感じますが春先は光が強くて目から入った情報では冬至が最も弱く下肢が一番強いことになりますだから 下が7月20日だとすると5月20日も5月20日も同じ光の強さです光が強くなってきたという情報が脳に届くと血管を拡張するように指令が出て体は膨張します気温の上昇は光の強度よりも遅れますから5月の方が寒いですね春先や初夏は 目から入る情報では暖かいはずなのに肌で感じる気温はまだ低いのです体は膨張し始めても寒いから血管が閉じますそうすると行き場のない血液がむくみという症状を作ります春先のむくみを解消したい時は感覚神経が脊髄を通るので。 首の後ろを温めると視覚神経からの気温が低いという情報と温かいという情報が脳に届き血管の収縮を抑えます。